はい、皆さん、こんにちは。ヨガジネーション代表の三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日もハワイから、ちょっと久しぶりになるのかな。こちらの先生を、クリスマティーチャーをお呼びしたいと思います。アシタンガヨガティーチャーのよく藤原先生です。イェーイ,イ,エーイまた今日もありがとうございます。イエーイ <laughs> あの、日本は今日から4月1日です。ハワイはまだ3月でございます。ですね。 幹蔵は何を嘘つこうかなーって考えてますけど <laughs>、はい。嘘つけないですよこちらは <laughs> <laughs> ねだからこ,この時差という隔たりがあるから今日はあの冗談言えないですけれどもそうまああのポカポカ陽気になりまして <laughs> 日本はねだいぶあったかくなってきまして過ごしやすい季節になってきましてあのまあ まだ社会情勢、もろもろ世界情勢、よくないですけれども、まあ、気温がね、上がるだけでも気分が少し高揚するみたいなところもあるかと思いますが、今日は、陽子先生に、あのね、なんか聞いたことがなかったんですよねって、さっきスタッフから言われまして、これ聞いてくださいよというお題を預かっております。よろしいですか ベーシックのやつですね、はい、<laughs> めちゃくちゃそういえば聞いたことなかったなっていう発表しますねはいお願いしますアシュタンガヨガの魅力とはですね <laughs> いきましょうか <laughs> はい,、はい、いやそういえば確かに聞いたことなかったなと思って、うん、いや私ね意外にいろんなところで言ってるつもりなんだけどそう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 意外に言ってるから僕は分かってた、うん から聞いたたつももりになってたかもあそそうそういろんなところにちりばめちゃってるからなんとなくいろんなとこで,、うん、でもまとめてねーっていう感じですよね<う>今日は、ね、そうもうぶっちゃけゃドンと聞いていいですかあなたがもう何年も何十年もやってる「アシタンガヨガの魅力とは」っていうえー、どうやってまとめたらいいかないやでも私はうーんとねあのあと鞭みたいな感じのとこがいいのかなわ <laughs> かりやすい <laughs> <laughs> ね、<laughs> あのアメとムチみたいなとこっていうのがやっぱりさ気持ちいいだけのヨガってさ、うん、気持ちくてもちろん気持ちいいのっていいと思うのよ。うんうん、気持ちくてさリラックスできたとかいいわーって思うけどさ、うん、あのムチって必要だと思うのよ。 なんか大変なことやりなさいって言われるとなんかちょっと燃えて「うちゅちょちょちょ,ちょ」みたいなこともあるから <laughs> もあるんだけど明日たがねやっぱ面白いところっていうのは簡単じゃないからこそ達成感も大きいしるほど、うん、であとは簡単じゃないけど、うん、できないわけじゃないのよ。あいいねいいね簡単じゃないけどできないわけでもない。なるほど でこれがなんだろうな簡単じゃないよだからみんなもいろんな人がねこうやって明日たがやってみた時えあ、ー、タたが難しいとかつらいとか言うんだけど、うん、もちろんそれで一回二2回でやってあ難しいっつってそれで終わりにしちゃうことももちろんあるでなっちゃうかもしれないけど人間って絶対成長するのよだから何でもいいけど練習これよく言うのが練習して下手になることないのよ。練習したらもちろん 怪我をするとかっていうことってあるけどあれって下手になったわけじゃなくて怪我ををするるるっってていう知識得からこれも私は成長だと思ねでも怪我をしたことによってやめたってなっちゃったりとかするとまたあれかもしれないけどそれは悪いと言ってるわけじゃないよだからみんなそれぞれの捉え方があるけどでも怪我をすることによってあだから私こういうやり方したから怪我したんだっていうのが一つ分かると。 なもうなんか何だっけ3歩進んで2歩下がるじゃないけど2歩下がったところによって2歩下がってあなるほどねとかっていうのが分かると先に行くわけじゃん。うんうん、なだからね飲酒すれば絶対成長するのが一つでしょ。うん、で難しいけどできるのよこれはね。うんうんうん 私、私、自分さ、ママの運動神経もママであったし、体動く人だから、あんたが言ってもって説得力がないかもしれないんだけど、でも、そういうながら、今のうちも3いねティーチャートレーニングをやってね、もう21回目でしょ、ちなみに、次5月からね、二月に、十一回今、20期やってますけど、これで何人のからなんか、200人ぐらいは生徒さん来てるけど、もう。 20代から60代ぐらいまで、もうだから全くやったことない人から、筋力のない人から、もちろん筋肉のある人、できる人、経験者がとかいろいろいるけど、みんなできるから。でもね、そのできるの形はみんな人それぞれ違うよ。骨格があったりだとか、筋力があったりとか違うけど、柔軟性があって違うけど、みんなできるのよ。そこですよ。それれを それを避けて通ってしまうと、うん、できた時のあの喜びっていうかさ <laughs> あの充実感って味わえないんじゃないかなと、うんはい、なるほど。まあこの前ヨガ哲学のえっと先生とこの youtube で対談した時にスートラだったかなギータだったかななんかの第何章何節にあのー、ヨガっていうのは最初に苦渋のまああのー 苦渋まあ苦しみが来てその後に甘露のような甘みが来るっていうなんかそういう一節があって、まあ、何か乗り越えなきゃいけない壁の後にその達成感だったり幸せが来るんだよってことがもうすでに哲学書に書き記されてあるからヨガクラスでいうところのもう何も努力しなくていいっていうなんか聞こえつつあるあのなんだ変わらなくてもいいよっていう話あるじゃない。 解釈次第ではちょっと間違った解釈で伝わってるよねみたいな話をちょうどしたところなのよ、この前。うんだからその話に似てるなぁと思って。いやわかるわかる。<れ>ね、そうそうえ。でもさ、それってさ、なんだって、なんだろう、だからヨガをするのもこれ,これだって仏教だってそうじゃ、あのなんだっけ、指定だっけ、一番最初の最初のさ、ブッダの教えの一番最初は、すべ、うん、ては苦であるから始まるからね。なるほど。すべては苦でであるだよでも っていうのが、いや、これ私も最近もよく考えるけどね。でも、いやでも、ヨガスートラにも書いてあると思うよ。多分確か書いてあるよ、どっかに、認証かなんかどっかのところに、すべ、うん、てが苦であるっていうことあるの書いてあるんだけど、でもやっぱり、っていうのは、なんかね、いいものを手に入れたも永遠に続かないじゃないみたいなところがあるあるでしょう。だから私たちもそうだけど、私もだから、アーサナとかヨガのアーサナできて、こうやってね、今は楽しいよ。でもこれ、年取ったら、たまん私できなくなると思うし、うん、いずれか手放すことになるわけじゃん。 だからその気持ちいいだけのアーサナをやっててもやっぱり最終的には苦しみになるのよそれを手放さなきゃいけないことになるからでもアシタンガっていうのはそれをもちろんだからそのポーズの形だけを目指していっちゃうと最終的に苦しみなんだけどそれをなんかこうずっと練習していくとやっぱり人間の体って完璧じゃないから。うんうん 私も含めてね、みんな完璧じゃないから、うん、外から写真とか見てさ、うわ、絶対完璧とか思うかもしれないけど、全然完璧じゃないから、そうすると内側で起こってる痛みだとかっていうのを、だから自分なりにこう解決していったりとかすると、私なりにはこうなんだっていうのが、外から見た形じゃない内側のなんかのこう満足感っていうのっていうのもこう得られるっていうんじゃないですかね。 たくさん話していただきましたが、僕的には雨とムチが一番わかりやすかったですね。あのムチは避け、はい、避けられないちょうところもありますね。そんなねアシュタンガヨガをこれから始めたいなっていうね、まあこの動画がきっかけだったらそれは素晴らしいことなんだけど、っていう人は何からどう始めたらいいですか？えっとですね、何からどう始めるまずはやることでしょうね。うんうんなあの<で>うんうんあのねアシタン ヨガのかか魅力っていいうところにももななるかもしれないんだけど明日のヨガっっっててももううシークエンスがもう全部決まっちゃだから決まってるからなんだけど例えばヨガのクラスね例えばね普通の一般のクラスで先生が行ってじゃあ皆さん行きましょうって例えば1時間のクラスだったら「うん、はいじゃあ入りました」ってもちろんだから途中で10分ぐらいやって「やーっべえ疲れちゃった」と思ってもうシャバーサムでみんなが終わるまで待ってますでもまあ別に多分先生は怒らないと思うけど。うん でもやっぱり来ちゃったからには頑張ってもうちょっと辛いけどもう休,みちゃ休んじゃいたいけど頑張って1時間やっちゃおうって次の日ちょっとぐったりになるかもしれないじゃん。うん、であしたのももちろんねそれはまあレッドクラスっていうのがもう全部みんなで動くんだけど。 あのマイソールクラスっていうクラスが使い方があって、まあ、それはまたあのどっかまた別でちょっと説明すればいいんですけどあのマイソールクラスっていうやり方って自分で自分で順ポーズの順番を覚えて自分でこうやってやってくるねだからそれってどういうことかっていうと15分例えば15分の時間が自分の体力の持つとこであったらそこに例えば15個のポーズだったら10個のポーズでもいいけどその10個のポーズだけはやるってだからちっちゃいシークエンスでできるの1時間コミットしなくても例えば私体力ないから から太陽礼拝だけやるわ、うん、それだけコミットしてやって、うん、そうすると、やっぱり体力ってつくのよ、毎日やる。なるほど、なるほど。で、それを、また、じゃ、二つのポーズプラス、二、うん、つのポーズプラスって、毎日毎日こうやってやったりとか、一週間。ごとに、こう二つずつ増やすとかやっていくと、うん、気がつくと、一ヶ月、二ヶ月してるというと、こんなに体力増えちゃったとか。っていうふうになる、うんか。いいですね。うん、皆さんよかったら、明日のがうが、始めませんか。うん、しかも。はい ヨ子コ先生は年間を通じてアシュタンガヨガのトレーニングを RYT200 の講座でやられてますけど、毎月のようにそのさっき言ったマイソールクラスとかレッドクラスなんていうようなまあ反レギュラークラス的なものもオンラインを通じて今ハワイから配信中でございますので、そのマイソールクラスって何レッドクラスって何っていうのはちょっと次回のはい動画で説明したいと思います。今日はアシュタンガヨガの魅力について 横先生にお話いただきました。ありがとうございます。目と無知で。はい、<laughs> 無知でした。<laughs> はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは皆さんまた。はい、また次回。では